はい、どうもしみじです。仮面ライダーバトルラッシュ、今日もやっていきたいと思います。先日19日木曜日の、メンテナンスによってですね、大幅アップデートが行われまして、いろいろと変わりました。仮面ライダーバトルラッシュ、追加の要素がいろいろ増えたりとか、廃止になる要素もあったりとかですね、ちょっとねややこしいかなというこんがらがっておりますので、まあ、この動画を通して少し整理していきたいかなと思います。はい、大きく分けてまあ2つですかね。大きな変化としては、まあアルティメットバトルネオの実装、そして、EX 星号に対しての必殺技覚醒の実装、この2つだとは思います。あとはまあユーザーランクがね120から130に上がったよ、限界がね上がったよとかあるんですけれども、まあ、このアルティメットバトルネオ開催中ではございます、これね。まあ、今まで、アルティメットバトルあったんですけれども、これが、まあ、一部廃止されて、新しくネオが始まりました。ステージの概要をちょっと読んでみましょう。アルティメットバトルネオに登場するステージには、属性ごとに各3種類のステージがあります。ランク1のアルティメットバトルと、上位ステージのランク2アルティメットバトル高難易度があります。ね、上位ステージランク2のアルティメットバトル高難易度へは、ランク1のアルティメットバトルで入手可能なアイテムであるグローリーピース、こちらを、75個集めると、グローリーコアというものが1個生成されます。でそれを使ってランク2のアルティメットバトル高難易度に挑むということなんですね。でランク1、ランク2のステージ、これですね、難易度に関わらず1日2回のみクリア可能です。これクリア可能なので挑戦は何回でもできました。はい、なのでまあ難しい、言ってクリアできなかったらどうしよう、1日2回だからなっていう心配はないんですね。で消費 AP もまあ10なんで、ランク1はね10なんで、まあ、そんなに、気にしなくてもいいかなと。30も40も50も使っちゃうと、まあ、何回もやるのも辛いなとはなってくるんですけど、まあ、10なんでね。で各難易度のステージをクリアすると、これ新しいアイテムですね、ファーストギア、セカンドギア、また、ディバイスホールといった特別な専用アイテムが手に入って、アイテム生成で様々なアイテムやユニットと生成することができますと。でアルティメットバトルネオの参加条件としては、まあ、ユーザーレベルが50以上ですということなんですね。50以上の方なら誰でも、オールオッケーですよということですね。まあ、これを見てみると、ランク1アルティメットバトルの力属性、これも力属性しか出ないですから、まあ、対応する属性で、戦いに行くと。これも、技属性、速さ属性、3属性がそれぞれ2回ずつ挑戦可能だと。挑戦可能じゃないですね、クリア可能ということなので、まあ、この辺優しいですよね。うん、なので、まあ、私とりあえず行きました、普通に。はい、難しいに行くと、まあ、いろいろね作戦練って、まあ、行かなきゃいけないんですけど、まあ、最終なんでね、ちょっとめんどくさいんでオートゴリ押しできるかな、どこまでオートゴリ押しが効くのかなというので、まあ、難しいに行ったらやっぱりさすがに撃沈したんで、まあ、普通にそれぞれの属性、行きました。まあ、もったいないんでね、1日2回はクリアできるので、まあ、クリアできるところからコツコツとということで、行きました。まあ、なんとか3属性ともね、普通、オートゴリ押しは、できたので、まあ、しばらくはこれで行こうかなと、下手れな私はね、行って、まあ、ちょっとずつ素材を集めていこうかなという感じです。で、ランク1ステージについてですね、出現する敵の属性、それぞれまあ力、技、速さ、それぞれの属性の敵しか出てきませんでした。で、主な入手アイテムとしては、まあ、今までの、ね、滅力の、紋章ですかね、でストレングスジェムとかね、ジェムシリーズですよね、まあ、この辺がもらえるのと、新しいものですね、このファーストギア、グローリーピース、これがもらえます。このグローリーピースを75個集めてグローリーコアにして、初めてランク2に、挑戦権が出るということなんですね。でこの、まあ、いつの日になるか分かりませんけども、ランク2のステージに関しては、普通と、難しい、こちら2つの難易度があって、出現する敵の属性は、まあ、全属性、らしいですね。まあアルティメットマキシマムみたいな感じなんでしょうかね、難しい、さらに難しい。で主な入手アイテムとしては、ディライバーのマルチコア、ブレイブコアの結晶、そしてセカンドギア、ディバインソールですね。だからセカンドギア、ディバインソールはもうランク2からしか出ませんということですね。
もちろんさっき言ったように、グローリーコアを75個集めて、ランク2アルティメットに入場に必要になってくるものが作れると。生成制限としては無限でありますね。ファーストギアで生成できるアイテムはいろいろ、いろんなものに使えますね。制御ポイント、ソウルストーン、強化パーツ、いろんなものに、使えるんですね。本当ですね。マルチコア、紋章までもファーストギアで交換できてしまう。まあ、月5回とかね、ハイパーストーンだったら月1回までよとか、いろいろ制限はあるようですけれども、こちらをまあ中心にこれから交換していくことになるのかな。セカンドギア、こちらランク2で、手に入れられるものですけれども、これに関しては、まあ、今回実装されました、まあ、必殺技の極意ですね。必殺技覚醒時 EX 星5の必殺技覚醒時に、覚醒効果を得ることができるというね。セカンドギア50個で、これが1個、月に1回なんだね。でメガパワーストーンですね。セカンドギア150個で、メガパワーストーン1個と交換もできちゃう。なるほどね。まあ、他にも、ストレングスジェムとかね、まあ、ジェム系とも交換できます。マルチコアともできますよというのもいろいろここに書いております。そしてディバインソウルで生成できるアイテムとしてはメガパワーストーンですね。星6のユニットのレベル上限を解放してくれるありがたいアイテムなんですけども、まあ、今までこれどうやって手に入れんだよ、いつ実装されるんだろうって言ったら、まあ、やっとこさ実装されたわけなんですけども、フランク2で手に入るディバインソウルを150個集めたら1個交換できますよ。生成制限は無限ですよということらしいです。でさらに、まあ、ここに書いてあるように、今後特別な報酬ユニット3体がディバインソウルで生成できるようになると。まあ、アルティメットマキシマムでの、まあ、新1号みたいな感じですかね。で、まあ、追加される予定のユニット1体目は星6の仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル1力属性だと書いてありますね。まあ、星6が今後もあと2体追加されて、まあ、ディバインソウルでよかったら交換してねという感じですね。だから、まあ、現状メガパワーストーン手に入れたい方は、まあ、ランク2、まずはグローリーピース75個を集めてグローリーコアに変えて、でランク2に何度も挑んでセカンドギアを150個貯めるか、ディバインソウル150個貯めるかでしかメガパワーストーンは手に入れられないということですね。最初にランク1にそれぞれの属性で挑戦した時の報酬として、まあ、最初の1回だけメガパワーストーンのかけら、これが、5個ずつもらえたんで、まあ、15個持ってるんですけどね。だからメガパワーストーンのかけらもハイパワーの時みたいに、まあ、かけら100個で、ストーンになるわけなんですけども、まあ、他に、メガパワーストーンのかけらのね手に入れるところがまだわかんないんでね、分かってない、私が見つけてないだけかもしれないですけど、まあ、現状メガパワーストーン欲しかったら、まあ、この2つかな、セカンドギアとディバインソウルなのかなという感じですね。そしてですね、アルティメットバトルネオの実装に伴って今まであったアルティメットバトル、こちらの方が少し緩和というか、まあまあ変化しました。ランク1、ランク2、ランク3、アルティメットマキシマムですね。こちら3つのランクがあったんですけども、ランク1とランク2が廃止になりました。なので、今までまあ1、2でね手に入れたものを生成してマキシマムパス、こちらを作ることでアルティメットマキシマムに挑戦していたんですけれども、まあ、アルティメットマキシマム自体がですね、1日に1回クリアするまで挑戦 OK よという形に変わりましたので、パスがうんぬんという話ではなくなりましたね。まあ、AP を消費しますけれども、何回でもチャレンジできちゃう、クリアするまでチャレンジできる、クリアしたらまあ終わりですね、次の日にまたお願いしますということで、まあ、1日1回ですけれどもクリアするまでできちゃうという、こう優しい仕様に変わったので、じゃあパスいらねえじゃんってなったんですね。パスいらなくなったことで、まあ、ランク1ランク2が廃止されたのかもしれないですけども、ランク1と2が廃止されたことによってですね、今までマキシマムパスとかマキシマムパストリガー、そしてライダーメダルの、まあ、シルバーはまだ残っているんですけども、ブロンズに関してはもういらないということで廃止になりました。なので今持ってるブロンズとかが今のうちに交換しとかないと交換できなくなっちゃう、無駄になっちゃうので、こちらちゃんと見ておきましょう。こういうの結構私忘れますので、終了が予定されている一部交換報酬について、これが今月の7月31日までですね。まあこれはまあいつものっていうか、うん、そうですね。まあ月5回ね、紋章と、ブロンズが交換できますよとかね、
ラッシュガシャチケットをシルバーで交換3枚までいけますよとかね、星5確定ガシャチケットできますよ、まあ毎月のやつなんですけども、あとはまあ激力アルティメットパスとかね、絶技アルティメットパス、このアルティメットパス系と、マキシマムパストリガー、これで、マキシマムパスが作れてたんですけども、これも、今月いっぱいということになりますのでね、これまだマキシマムパス俺もっと欲しいわっていう方は今のうちに交換しとかないと、交換できなくなっちゃうので気をつけといてください。私はもういらないですけどあとですね、まあ先ほども言ったように、ランク1、2の廃止に伴って、こちらのねライダーメダル、ブロンズと、アルティメットパス系ですよね、この辺がいらなくなっちゃう、まあもちろんマキシマムパス、パストリガーもねいらなくなっちゃうので、これが8月31日までです。はい、来月の終わりまでは交換できるんで、忘れないように、夏休みの間までは交換できるので、忘れないようにこのね交換しとかないと、あとあともう9が冴えてからブロンズ持っててももうそれはもう飾りですからね、持ってても意味ないんで、まあ、できるだけ交換していくようにしましょう。まあだいたい正義ポイントかな、まあ、シルバー残しとくっていうのも手ですかね。で、緩和後の、これからの報酬交換としては、ライダーメダルゴールド、これで、まあ、新1号がね100枚で、1体もらえるよっていう、これはまだ変わらないですね。で他にもゴールドの使い道としてはこれ無限ですけども、制御ポイントがもう10万ポイントもらえると、うん、まあもう新1号全部もらっちって、もうでも暇だなっていう方はもうこれでもらうんでしょうね、制御ポイントをね。で、シルバーはまだ、残ってますので、まあ、シルバー5枚使って月5回、紋章ですね、こちらのね滅技、滅速ですかね、これ読み方分かってないんですけどね、まあこの紋章系ですよね、これに交換できるというのは残っております。なので、まあ廃止されて取れなくなった、アルティメットパス、マキシマムパス、マキシマムパストリガー、そして、ライダーメダルブロンズ、これに関してはもう交換は、9月までに8月いっぱいの間に、済ませておきましょうというところですね。まあ、ざっくり言うとアルティメットバトルネオという新しい高難易度クエストが出たんで、まあ、皆さん1日2回ずつそれぞれの属性のランク1を頑張ってクリアして、でファーストギアとか、グローリーピースとかそういうのを集めていただいて、でグローリーピースが75個貯まったら、グローリーコアに変えていただいて、ランク2の難しいステージをまたクリアして、でそこで手に入れたセカンドギアとディバインソウルをまた150個ずつ貯めて、で50個貯まったら星6ユニットのレベル上限解放できるメガパワーストーンに交換して、まあ、星6強くしてくださいねということですね。でそれに伴って今まであったアルティメットバトルは、アルティメットマキシマムのみ残って、そちらの方は1日1回クリアするまで何度でもどうぞということですね。だからまだ新1号も全然取れますよ。ただランク1とランク2を廃止するので、まあ、マキシマムパスであるとか、ライダーメダルブロンズであるとかね、そういったものの今、使わなくなったアイテムは早めに、9月まで8月いっぱいのうちに、交換しといてくださいねということですね。はい、そしてもう一つ必殺技覚醒の実装なんですけども、まあ、この EX 星5ユニットに限りではございますが、必殺技に様々な効果、効果値がランダムで付与されるようになったということですね。で、特定の条件としては、まあ、必殺技のレベルが9で、レベルが9になっているということと、必要な素材があるということ、そして、必要な正義ポイントが揃っている、これを使って、覚醒していくということみたいですね。でその覚醒の効果自体は、ランダムであるということですね。なので、まあ、何回でも上書きしていけるので、まあ、素材と、制御ポイントさえあれば、まあ、この必殺技気に食わねえな、必殺技覚醒が気に食わないな内容がと思ったら、また次、ランダムで引いてきて、別の必殺技を上書きすることもできる。まあ、もしくは、まあ、上書きしないで、まあまあ、やっぱり前のやつがいいなって言ったら、前のやつをそのまま残しておくということもできるらしいんですけども、その場合、前のやつを上書きせずに残してた場合でも、素材と制御ポイントは消費するということですね。
完全ランダムということなので、まあ、同じ星5の EX のユニット、同じユニットであっても、そこに付与される必殺技の効果が変わってくるので、ね、同じユニットでもそれぞれの育て方の幅が広がってくるんじゃないかと思います。ただランダムなんで、ね、運が悪いと、まあ、私みたいに運がないと、えらいことになるんじゃないかなということですね。で、必殺技覚醒に必要なアイテムっていうのが、まあ今回ね、無料でお配りいただきましたけども、こちらですね、必殺技の極意1、2それぞれあるみたいですね。 1EX ですかね、わかりませんけど、はい、まあ、これを手に入れて、好きな EX ユニット、EX 星5ユニットを、まあ、強くしちゃってねっていうことですね。どうなんでしょうね、EX もともと強いですけども、これからまあ星6、そして EX が台頭してくると、まあ星5に関しては超覚醒もあるんですけど、超覚醒がまだね、実装されていない星5ユニット、またはまあ星4以下のユニットたちっていうのはちょっとだんだん息しなくなってきますよね。まあしょうがないことですけどね。まあでもそれなりにやっぱり、まあ難しいですからね、星6もまだまだ感動させるのも難しいですから、まあ、そこまで大きな、まあ、格差っていうのは生まれないかなと思います。もうしょうがないですよね、まあ、ガシャもあるしね、こういう必殺技覚醒もランダムだから、まあ、運の要素はどうしてもあるけれども、まあ、それがね EX 星6持ってないと何にもクリアできないよってことはないと思うんで、ただ高難易度に関してはやっぱりそういうユニットを少しでも育て上げていかないとこれからきつくなってくるのかもしれないですね。あとね、このエネミーの特殊行動の機能追加、先ほどのアルティメットバトルネオの時もね、敵が出してきたんですけど、今までだと、特殊行動ですよね、なんかアップになってこう必殺技みたいな打ってくる画面になるんですけど、そういうのをするのがいつ打ってくるのかちょっとよく分からなかったね。怒ったらすぐ打ってくるのかとかちょっとよく分からなかったんですけども、体力ゲージの下に青いゲージがね、出るようになったので、これが、ガーッと減ってきて、全部減ったら打ってくるんで、まあ、回復のタイミングなんかはね測りやすくなったんじゃないかなと思います。はい、それでは、今回はですね、ラッシュストーンも全然まだ溜まってないですし、チケットもないので、この実装された必殺技覚醒、こちらをね、ちょっと体感していこうかなと思います。はい、私、EX ライダーはこんな感じなので、まあ、かっこいい、一番かっこいいかな、トライドロン私の好きな、ドライブタイプトライドロン、こちらを使ってちょっと見ていきましょう。これが、プレゼントでいただいたものですね。3つあるので、こちらを使ってこうやってで覚醒っていうのをやっていきましょうか。ではランダムなんでね、できるだけいいのが来てほしいです。何がいいかとかわかんないですけどね、よろしくお願いします。ドン、はい、トレーラービッグインパクトレベル9、これ現在の必殺技ですね。敵単体に 3800% の持続性ダメージを、敵を非常に大きく吹き飛ばしてくれます。こちらを覚醒していきたいと思います。お願いします。ちょっと演出見ましょう、初めてだから。はい、来ました。なかなかシンプルなね、魂みたいなのが下から入りましたけど、ドン。自身の体力を 21% 回復。あ、これにプラス。だから必殺技を実行した時に、まあ、3800% の持続性ダメージを与えつつ、敵を非常に大きく吹き飛ばしつつ、自分の体力も回復するように、私の、ね、トライドロン、タイプトライドロンが変わりました。はい、ね、こんな感じですね。覚醒効果を決定いたしました。というわけでまだ2個あるんですけども、これを、上書きしたいなと思うと、これ使ってこれ使ってこれに覚醒ってやると、ランダムでまたさらにね付与される効果が出てきて、で、まあ、それを上書き、自身の体力 21% 回復をやめて新しく出てきた効果に変えるか、いや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 、やっぱりこっちの 21% 回復の方が一緒ってなったら、上書きしないかっていうのを選べるということなんですね。はい、わかりました。やりませんやりませんけどね、うん、
ね、どんな効果がランダムで出た効果が出てきて、やっぱやめたって言っても、無理なんですよね。もう後戻りできないので、もうこの必殺技の極意を使っちゃうし、正義ポイントも、15万ポイント使ってしまう。なかなかだよね、15万ポイントってね、貧乏症なんでね。じゃあ、まあ、ちょっとね、他のキャラね、私の大好きな、誰にしましょうかね。ウィザード、これなかなかねリーダー張ってくれてますから今、仮面ライダーウィザードフレームドラゴン、こちらの何の考えもなしに覚醒させてますけれどもね、こちらも、必殺技で覚醒させて今日はお別れしたいと思います。まあ、説明よくわからなかったよって動画見終わってね、怒っている方もいらっしゃると思いますけど、まあ、私がね私のために、いろいろまとめた、整理したってまとめたっていうか整理した頭の中を整理しましたっていう動画ですのでご了承ください。また、お前全然わかってな全然間違ってるよっていうことがありましたらコメント欄の方で、ぜひとも教えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでまあいろいろとね頑張って、これからもバトルラッシュ楽しんでやっていきたいと思います。では覚醒、はい、敵単体に 3800% の持続性ダメージ、一定時間自身の攻撃力が大幅にアップからの覚醒、はい、魂注入、敵単体に 1240% の属性無視ダメージが追加で入る。え、これ強くない？これボスなんかねバーンって打ったらさ、めっちゃ強いじゃんこれ。はい、はい、ありがとうございました。というわけでまあいろいろあるみたいなんで、これがねこの必殺技の極意がまあこれまあ今後の、イベントとかでね、ガンガン落ちてくるらしいんですけども、まあ、まだちょっとよくわかんないですけどもね、皆さんも楽しく EX の、ユニットを強くしてみてはいかがでしょうか。それではこんな感じで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。しめじでした。バイバイ。また石ためて星6狙っていきます。